2017明治安田生命 J1 リーグ第16節横浜 F ・マリノス対ヴィッセル神戸の一戦です。ありました。細かくパス交換もしながらチャンスを伺います。斉藤股抜き抜けた、入れ替わった、シュートだ。決定機でした。斉藤でした、ね、ラスト出ましたね。やっぱ最後のところはこういう斉藤選手だったらマルチンスの突破なんですよね、最後の崩しのイメージっていうのはね、はい、前節は右足で決勝ゴールを挙げた天野。伸びていいボール、伸びてきました。決定機、ラインディフェンスの背後、オフサイドフラッグも上がらず、パク・ジョンス。中を使ってきます。渡辺和真、入れ替わった、チャンス、シュート、決定機でした。神戸でしたね。大木原です。マルティノスサイドが空いてきました、うん、中に運んで溜める、山中上がってきた、ラストパスからシュート、先制横浜。中町、綺麗な形でサイドを取りました。やっぱサイドのところでちょっと開きましたよね、マルティノスが中に仕掛ける、完全に溜めて、うん、山中には余裕がありました。余裕がかなりありましたんでね、しかもあれでセンターバック釣り出されました。ここですよね、ここでスッと前向いて仕掛けましたね。これで釣り出した、はい、もう中も2対3ですからね。ラストのウルゴビエナ、ナイスキーパー、片手だ、ビッグセーブでした。キムスンギュ、70分、71分になりました。このサイド、おー、フリー、オフサイドフラッグ、完全にフリーでしたが、オフサイドでした。金井、一番遅たのでもうちょっとライン見ながらでも良かったと思います。いやこれカウンター、入れ替わる、チャンス、決定機、ウルゴビエラ、こぼれてゴールイン。ハンドじゃないかとキムスングアピールしていますが、得点が認められます。ようやく取りました、追加点。カウンターは狙ってましたね。まあ本当そうですよね。というのは中盤でこうハードワークといいましょうか。そうですね。激しくいけるプレイヤーですけど、ボールを奪う力っていうのありますしね。今日もシャットアウト勝ち、
すぐに中澤はキーパー飯倉のところに行きました。これでリーグ戦は4連勝です、F・マリノス。